一応保険で技師がワンチャン工場にいる場合があるから、もう閉鎖入れて所定工場を追うとかでも全然ありと言いながらも、俺は声に向かう声に向かうんだけども、これ誰がいた今。呪術師か、やめとこ。呪術師初動で手出すと呪いがマジでめちゃくちゃ鬱陶しいから、そうだな。まあ工場から追うか。そうだよね、向こうに。まあこれ引き分け狙い、引き分け狙いサイかな。まあいや、義手のロボを縛いてバーメイド狙うか。まあついでに肘当て任せるか。で巻き込みチェイスでバーメで、占い師がいないからワンチャン追いついて殴りたいけど、グルチェ、回復されるなこれは。普通にさすがに厳しいか。あ、いけた、ラッキー。巻き込みチェイスもしてくれた、でかいね。当たんねえのかよ、やべえじゃん。落としちゃう、落としちゃう、危ねえ。傭兵指名手配でかいし、疑似来てる方角も分かってる、でかいね。呪術も一緒に来てるな。OK、なあ、そっちに当たるか、最悪。だったらこっちでいい。ロボがいないからこれ暗号機回んないでしょ。で、疑似起こされたらめんどくせえから端っこに置いとくか。で、これで傭兵が救助に来てバーメイドが暗号機回すでしょ。回復する暇ないはずだから、でかい意地当て。刃外しちゃった、やべ。ここなあ、まあ一発か、まあいいや。かあ、で騎士会入ったな今。一発入れてダウン取っとくか。でバーメイドと呪術師が飛んでみたいでしょうか。で、まあダウン放置して回復妨害したいな。さあどこで回復入れるか。バーメイドに先渡されてもめんどくせえな、耳鳴り。あー、そっか。一人は奥に逃げた。で呪いが3か。まあここで呪い入ってくるか。やるな、もうちょいまっすぐストレートに打たないとダメか。あー、で向こうで義手起こしてるな。うめえな、ステイン誘導引っかかんねえのマジやべえな。せっかく有利取ったんだけどな、もったいねえな。
あ、刃打たずに。まあいいよ、これで済み、オッケー。で、でどうするかなんだよな。ここの暗号機がちょっと回ってんだけど、ハッチここか。あーで、義士見えてるな。で、まあ義士以外救助はこれ難しいか。義士もう一回救助狩りするか。あー救助狩りできねえか。まあでもこれで十字が飛びか。あーまあまあ飛びなんだったらまあ、うん、そうだな。でバーメイドをこれ酒使い始めるか。厄介だな。普通に厄介だわ。で3枚板やってて、開きの椅子使うのも結構きついけどな。仕方ないな。耳鳴りがするな。そこにいるのか。バーメイドとか全員これ三枚板周辺に集まってる感じか。で、ここに一人いるな。技師か。見てから殴ればいい。で工場か。まあでも、まあ、追いついて殴れるな。で、騎士会入ってるから。OK、ダウン取ったら、こっから異常かけに行きたいな。3枚いた。カラス、やべえな。これ上がるか？上がったらまずいな。上がるのはマジでまずいわ。まあ、ギリセーフ。OK、異常かけて。で、バーメイド来てるな。バーメイドをやりたい。どこぞに行った、バーメイド。で、酒飲む前にもうやる。このジャックポジならやれる。OK。バーメイドが2釣り目で、義士が、これもう騎士会入ってるから、もう傭兵が起こしに行くしかなくて、で、その間、暗号機が回んないから、これもう一回回復入れないと来れないでしょ、こっちに。で、今多分回復中だけど、まあ、なんか、アードコードやってるうちにもう一回異常かけられるし、回ってるのが3枚いた工場、カラスで。いるね。でも肘当てまだ残ってるか。残ってるね。それ外すの痛い。じゃあもう早めに一発入れる。で、この後バーメイドを追っていくか。あ、飛んだ。ラッキー。そいつはラッキーだ。じゃあ4釣り狙っちゃおう。ハッチがここか。ミッケ。シュ。あ！ちょっと、地味。やめんかい。オッケー。よし、勝利だ。俺のリッパーは強い。そう信じて、リオの思い出もリッパーで行くしかねえな、これ。でも、呪術師いるからな。ポストメンはまあ知らんけど。これ、どうしよう。工場地下か。じゃあ、工場の方に誘導してから、これダウン取れたら大きいな。で、耳鳴りが。もうファースト十字、マジかよ。うん、刃だけ、でかいね。はい、オッケー、補足し、オッケー。うん、でも近釣りしよっか。もう近釣って引き分け狙おう。近釣りって別に勝ち確じゃないんだよな。近イコール勝ち狙えるとかじゃなくて、近イコール引き分け狙えるだから。それ大事なんだけど。 OK。 あとで今の人格見せてもらってもいいですって。あ、レオの思い出はあれですよ。右下に破壊力に振りで終わりですよ。ん、裏にいるね。あ、違うな、上にいるわ。
傭兵じゃなくてこれ義士救助来るパターンか。まあ、これで5割超えて、義士がこれで救助に来れなくなって、まあ、傭兵が解読やめて救助に来るしかなくなって、でどっちから来る？右下閉鎖なし、上振り、怒りも凶暴も全部なし、見捨てかな。うん、見捨てたね。で義手が2階にまだいるままだけど、残り暗号機5台で1飛びは結構でかいな。普通に引き分けは狙えるな。そこを1台終わっちゃったか。ここ誰がやってたんだろう。まあ誰でもいいから、これ2釣り目すぐ目指すか。全体負荷 OK、 全体負荷かける前に傭兵追い回すのちょっと時間かかりそうだし、場所わかんねえから、おい、犬っころがいるぞ。あ、傭兵すぐそこにおるやん。傭兵すぐそこにいたね。でこれ暗号機に圧かけらんないから、まあ引き分けになる確率高いけどね。正直正直引き分け率めっちゃ高い。ここで傭兵のダブルダウン取るとか、まあ、ロボット壊しておくとかなんかしないと普通にきついけど、どうするかな。これ傭兵どっから来てんの。普通に分からん、どっから来てるのかが全然分からん。あ、いたわ。うめえな。トンネルするか。で1台回ってるけど、まあ1台回ってないから、まあもう1釣りするか。でやばそうだったら飛ぶか。暗号機まずそうなら飛ぼう。で、まあできるだけ暗号機にこれ寄せたいな、ちょっと。勝手に寄ってってくれてるから、ありがたいな。で、まあ向こう1台と、まあそこと、あとこっちと、だから、どうしようかな。多分ここの暗号機回そうとするよな。ここに釣って、釣りたい。釣って、もう一回傭兵これ来れちゃうんだよな。傭兵殴っておきたかったな、マジで。で、その辺でどっか隠れてんな、これ。耳鳴りしてるから。で向こうがロボットと本体でしょ。暗号機、まあでもこっから1台新規だな。これちゃんとポストマン殴れば全然勝てるかもしんない。普通にここくっそくっそ、いや、ここ板割った方が早い。まあ1台これ上げられる前にサクッともうやっちゃうしかないな。で肉壁がだるいからもう先にやっといて、これ暗号機守んねえとやべえかな。いや間に合うでしょ多分。 OK ギリ間に合った。やめろそれ、危ねえ。 OK こっちしっかり持って、OKOK。で、ハッチがここにあるんだね。なるほどね。あ、通電、危ね、マジで。危なかったな。で、義士が反対側のゲートをやってて、で、傭兵狙うとこれ、肘当てがあるから、飛んだ方がいいな。義士を狙おう。ハッチまで遠いし、確実にやれる。四釣りは狙わない方がいい。OK、しっかり旋回見てから殴る。いやマジ解読むっちゃ早えな。義士の解読スピードがマジで尋常じゃねえ。よかった。 OK 勝ったね。さすがにワンチャンロボ級来るな。近くのゲート開けられたらまずいな。まあさすがに開けには来ないか。
耳鳴りする。よし、動画を見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録よろしくね。バイバイ。